遠い自分の声の遠さにびっくりしちゃった。来ました、シューン。ということでペルソナ5ザロイヤル続きやってきます。前回まあ中途半端なところで終わっちゃったんですけど、あれからカモシダパレス行きまして、一回行きまして、でだいぶもうやりにやりまして、今4月28日です、もうすぐ5月ですね。で予告状も出しました。もうパレス前から行きます。もう予告状も出しました状態からスタートです。なのでもうカモシダパレスねやっていこうと思います。で、ね、放送自体は短くなるかなと思いたい。はい、行ってきましょう。はい、もうこっからです。もうてん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 、ここからでございます。大の間空き部屋行きましょう。ここからです。さあ安藤のもね仲間になりますし、この4人で、挑んでいきたいなと思います。さーて、一応 SP のアイテムも多少なりとも買ったので大丈夫だと思いたいのですが、ちょっと初のカモシダ戦なのでね、一発で多分できると思うんですけどね、いけると思いたいです。ちょっとカモシダ戦、カモシダ戦、カモシダ弱点とか特にないですよね、多分。まあまあまあ、行きましょうか。行きましょう。行くぞ。はい。今日の目的はお宝だけだ。絶対に奪い取るぞ。よし。行きましょう。あ、もう開いてますね。よし。おいおい。台の開いてるし、兵士もいねえし、どうなってるんだ。他に警備を回してここが手押になったのかもしれない。だがお宝さえは我々の勝ちだ。このまま進むぞ。行こう行こう。よし、このまま進んでここだ。すっ、アイテム、あ、もう取った、取ったか。よし、行くぞ。扉開ける。あった。めっちゃ王冠やんけ。つうかでかっ、でっかい。どうよ、言った通りだろ。これで奪えるぜ。おう、この輝き目にしみる、目にしみるぜ。なんかムカつく。確かに。なんでこんな綺麗なの。うん、鴨志田の欲望なんでしょ。キラキラですね。お宝。あー、つうか猫が不自然にテンション高え。どうしたの？なんか何かがおかしい。にゃー、かわいい。にゃー、かわいい。また旅じゃない。にゃー、にゃー、にゃー、かわいい。オルガナもかわいい。いい加減にしろ、クソ猫。はっ、いや、なんだ、レディの前でみっともない姿を。可愛いから許すぞ。完全にキャラ変わってたし。うん、一体何なの。何なんですか。自分でも止められなかったんだ。うん、人間の欲望にこんなにも惹かれるなんて。あららら、それって我が輩が人間ってことだよな。そういうことかもな。知らねえよ。とにかくお前ら運べ、運べ。命令ばっかしやがって。思ったより簡単だったな。うん、すげえ罠とかあるかと思ったが。そうですね、そう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 ですね。これ持って帰っちゃえばパレスが消えるんだよね。そうそうそうですね。カモシダのやつも変わる。うむ、はずだぜ。うん、よし、今のうちだな。今のうちだ。おもこんなにうまくいくとはな。うん、結果的にペルソナ使いが3人。3人も。我が輩の目に狂いはなかったぜ。うむ、お前と取引して正解だ。はい。ナフー、モルガットの関係が深まるのを感じる。お、あ、ここで上がりました。やった
なった。はい。さてさ、うわあ、はあ、うわ謎のいらぬアングル捨て、わあ、はあ、これだけは誰にも渡さん、わあ、これは俺様が上司である証明、わあ、この世界のコアだからな、この世界の顎って呼んじゃった今来ましたね、カモシダ、こんな野郎、あいつ私のことあんな風に見てるってことよね。そういうことですな。よう変態、待ち伏せかよ。本当ですよ。探す手間を省いてやっただけだ、うん、俺様が直々にここで始末してやる。わっ、こっちのセリフだテクハラ野郎。本当ですよ。勝手な勘違いだな。うん、勘違い、どこがよ、人に言えないようなことしてたくせに。うん、隠してくれたのは周りの連中だ。俺様の自責にあやかりたい大人や勝ち組願望の強い生徒たち、うわ、そいつらが進んで俺様を守ったんだよ。うわ、得だ、くぅ、わからないバカが多すぎるんだよ。くぅ、貴様青臭いガキどもも飛び降りやがったあの小娘もな。うわぁ、でも確かに周りもねあれですけども、その元凶はね、そうね、あんたにいいようにされて死んじゃおうとか、ほんとバカ。うん、それに気づいてあげられなかった私は、アンドの、もっとバカ、アンドの、けどどんなバカでもね、うん、生きてくことにあんたの許しなんかいらないのよ。もうその通りだ。偉そうにするなよ。わ、取り柄もない凡人が俺だけの才能を俺のために使って何が悪い。わ、俺様は他の人間どもとは違うんだよ。うわ、そうね、うん、お前は人間なんかじゃない。確かに、ゲスな欲望に取り憑かれた最低の悪魔よ。そう、本当にそれだ。こんなゲス悪魔め、そうだ、俺はお前らと同じなんかじゃない。うわ、この世界を支配する悪魔さ。うわぁ、うえぇ、でででで、うわぁ、気持ち悪い。全部俺様の勝手だろ。うわぁ、決着をつけよう。うわぁ、正体表しましたね、ですよ。うわぁ、うわぁ、醜い姿だ。もうハロウィン終わりましたよ、本当ですよ。うわ、見ろ、お宝あそこだ。はい、隙をついて取ってやろうぜ。そうですね、奴を攻撃してチャンスを伺うぞ。はい、バレーボールアタック、ウェイ、お、ナイス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 。カモシダと直接対決。次は誰だ。みんなやっちまおう。引くかな、ジオとか。あ、対象はこれカモシダだけなんですね。あ、60か。ガチだかね。攻撃力の間敵いたら攻撃下げよう。なんだ、オッケー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 。味方一等の攻撃力が上昇する。物理、いや、ジオで行こう。ジオ、お、48、いいですね。バム効きますかね。お、いいですね。アンドのめっちゃ来るやん。あ、でも4、5、いいですね、いいですね。少ないぞ少ないぞ、ダメージ少ないぞ。いいねいいねいいね、いいですねいいですね。これが防御力、味方いったら防御、ちょっとアンドの怖いから、アンドのちょっと上げとこう。ドロミナ睡眠状態、うん、まあアギ来ますか。はい、普通に
銃効くかな。あ、銃もいけ、あ、銃いいですね。全部使っちゃう、銃。よし、バレバレだ。お、やっぱりアンドロに来る。いいですね、いいですね、いいですね。わっ、リュウジにも来る。まあまあまあ、三四三とかなら全然いける、全然いける。うーん、やっちゃおうか、初期。オッケーオッケー。ガチだかね。もう一回、あともう2ターン残って、大丈夫か、2ターン残ってるから。オッケー、はい、よいしょ。もう銃ないもんね。ベルトマ、よっ、はい、よいしょ、使っちゃったよね。ガール、はい、いいですね、いいですね。勢力増強、うわー、めっちゃ回復する。ねえんと、うわー、今夜は寝かせ、耐久させる期間。あの中のやつ食ったからか、なら、うん、トロフィーからぶっ壊した方が良さそうだな。そうですね、バレバレだ。よいしょ、チオでトロフィー、うん、お、俺のガキわかんねえくせに触ってくるな。うわ、あ、ちゃんと狙って、狙いって教えてくれました。やめろって言われると、うん、逆にやりたくなるんだよな。そういうもんですよ、人間のこれも欲望かもしれませんね。これで、はい、攻撃力下げる、オッケー、ジオ、オッケー、ガール、よいしょ、オッケーオッケー、うわ、暗行者、うわ、ペロペロ、それは気持ち悪い、それさすがに気持ち悪い、それはさすがに気持ち悪い。防御力元に戻った、回復いいかな、でも秋で、よいしょ、これで、お、いいねいいねいいね、これで攻撃力上げとこうかな、ちょっと。これだろ。オッケー。んーで、ゴールで。バレバラだ。よいしょ、オム766。木のナイフ、うわ、結構きますね。これで。オッケー、99、ナイス。世界を目指しな。よし、ワード、お、ダウンした。なんなんだ私は白髪なんだぞそれがどうした。え、わあ、私だってフブキングだぞ。人のこと見下してるくせによ、うん、今のお前すげえだぜ。わかる、わざわざ取りに来てやってんの、うん、さっさと渡してくれる、うん、黙れ、貴様ら何度にこれは渡さない、うん、まだそんなこと言う元気があるのかよ。本当ですぞ。ならこっちも本気でやってやる。行きましょう、行け、総攻撃だ。うわー、お、147。俺様が王だ、俺様が王じゃなかったら誰が王なんだ。あれってなんだ。わー、テケテケしてる。ブイブイ言わせてたってのがなんかちょっと古いですね。必殺。うえ。あ、すみ
チソンじゃ飲み島くん。遅いぞ三島。うわあ。おやめろよ。三島くん。なんでこんなところに。落ち着け。あれは鴨志田の認知上の存在だ。本物の三島じゃねえ。くう。この感じ。攻撃が来るぞ。はい。防御するんだ。防御しよう。よいしょ。防御。うわ、ミスってくれ三島くん。うわ、うわー、ういー、うわー、うわー、うえー、フルボイスなのがまた。うわあ。あ、鴨志田様、ボールをお持ちいたしました。かわいい。え、待ってくれ。かわいい。え、ま、このしほちゃんはかわいい。え、ま、かわいい。目にハイライトがある。かわいい。は、かわいいんだが。待って、このしほちゃんかわいい。あ、かわ、あ、あ、そう、女どもも、それちょっと、バレろ、女の子を敬うんだよ。やめろ。敬ってめでてなんぼだぞ。おいおいおい、分かってないなもんと。嘘でしょ。志保がどうして。うん、パンさん、落ち着くんだ。あれは本物じゃないぞ。本物じゃなくても可愛い。そうだよね。でもこんなのって、うん、くそ、鈴井まで。てめえ、もう許さねえ。お子だ。目を向いた。殴ったぞ。もう一度見たいんだな、俺の必殺スパイク。いや、いいです。最後集中するかもしれ、攻撃を続けるスパイクを防げるだろうか。それとも、忍者を倒して水泳のトスを防ごうか。認知の存在なら攻撃しても実際水には影響はないはずだが。ここは鴨志田を狙うべきか、鈴井のトスなのか。ここ選ばせるんですか。そうだな、ま、でも認知だし、認知の中でも鈴井ちゃんに手を挙げる、手を出すのはちょっと、嫌だなぁ、嫌だなぁ。これは鴨志田を狙うべきですね。ちょっとさすがにニーチの中とはいえ、鴨志田だ。了解さ。うむ、よいしょ。必殺技に気をつけろ。これもう来るのかな。まだ準備中かな。今から来るということは、どうしましょう。とりあえずスキル、とりあえずスキル使いますか。なる。よし、倒しないかな。あっ、うわっ、うわっ、あっ、来るのか。マジか、来るのか。うわっ、あ、でもまあ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 、まだいける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 。あ、イラつき始めたようだ。うわっ、耐えれますね。
私だ。絶対許さないから。許さない。力づくじゃらちがいかないぜ。うん。お、特殊な作戦を指示する。バトによっては仲間に普通とは異なる。はあ、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 ただし特殊な作戦は一人いない状態に行く。どうする。お宝を先に奪いに行きますか。なるほど。見ろ、あのテラスのとこだ。はい。鴨下の気を引いてるうちに鴨下に気づかれないよ。じゃあちょっとあの王冠取ってやろうぜ。取りに行きましょう。はい。ちょっと HP あれだから物がない。こう注意を引いといてくれ。はい。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。ちょっとあんちゃん防御上げて、で、出山がいけるから、そうだね、リュウジ一旦回復させて、でリュウジが攻撃を行うでいいかな。よいしょ。うん、攻撃して鴨下の注意を引くんだ。よし、ほい。全然効いてないぞ。ガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。ちょっと一旦減らす。通常攻撃ってどれぐらい？あの通常攻撃でも結構効くのか。オッケーオッケー。攻撃して。通常攻撃。ドン。アビ。オッケー。ジオのはいけるかな。はい。オッケー。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。ほい、ドーン。まだまだだ。あ、防御力元に戻っちゃった。よいしょ、ほい。よいしょ、レン君をちょっと上げよう。うん。あ、あらま、我が輩としたことが。マジか、バレちたか。ふー、もっと攻撃して。いや、オッケーです。体力残り、ここでこうなるのか。いただいていく。オッケー。じゃあディアーでいこう。ボルバナ、見事な判断だぞ。ベルソナー。オッケー、ドン。ワル、オッケー。あ、もう一回行きますか。いや、ちょっともう一回行ってくれ、頼む。選択だ。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。うん、まあ、いけるか。通常攻撃で。もっと鍛錬攻撃しないと作戦がバレちまう。よいしょ、ドン。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。いけるか。全然効いてないぞ。よいしょ、よいしょ、いけるいけるいける。オッケー、よいしょよいしょ、まだまだだ。この調子で攻撃、よいしょよいしょ。攻撃上げますか。どうしようかな。こっちで、よしよし、攻撃して鴨下の突撃いきますか。あー、結構食らいますな。お、この学校はな、俺様がいて成立してんだ。うえ、サナだけなんだぞ。この俺様を敬ってないの。知らんがな。筋書き通りだぜ。あ、でもいい感じに。お宝いただきだ。あ、出た出た、ナイスナイス。頑張れモルガナ、頑張れ頑張れ。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。よっ、通常でも割れてるね。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。いや、よし、ベルソナ突撃いけるかな。よし、ドン。おー、いいですね。攻撃して鴨下の注意を引く。突撃するか、ドン。オッケーオッケーオッケー。まだまだだ。よし、この調子で攻撃して、おいよ。ベルソナジオだ。ジオでも53。
撃して、カモシタの注意を引くんだ。あ、貴様ら、誤解してんだよ。セクハラなんてしてねえし。してないやつはそういうんですよ。してるやつはそういうの。あ、やっぱやってんじゃねえか。こっちに気づく気配すらねえよ。うん、よし、お宝までもう少しだ。もう少しだ。わお、攻撃してカモシタの注意を引くんだ。いただいていく。全然気づかんぞ。ねえ、しょう回復。うー、HP が足りないのか。どうしようかな。使っていくか。他に SP あったっけ。うわ、これ1個だけか。あ、使った。ソウルドロップ。次であげれるかな。とりあえず DG を。とりあえず殴りでもよかったかな。あ、よかったよかった。まだまだいける、まだまだいける。で、よし、突撃。アギージーを。よし、いけるいけるいける。次、ジオ。あ、気のせい。あ、マジか。あ、よかった。やった、ナイスだ。いけー、モルガナー。やったー、こーん、ナイスー。よし、よし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 。カモシタが動揺している。よしよし。いけんじゃないこれ。うん。しおれている。おお、しおれているぞ。いいぞ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 。そのまましおれてくれ。よし。おお、いい、350の。いけ。アギーやったれ。ナイス、303。やった。400円ももらえた。やったー。タッタッタンタッタッタン。この力があれば。ふぅ。熱い技じゃねえか。お、電撃見切り。電撃属性の攻撃に対する回避率が上昇する。おー、ガシオンくん。お、いいですね。ヘッドバット、物理攻撃に中ダメージか。お、いいですね。メディアン回復。よし、お、お上下が悪い。どうしたの、逃げないの。逃げたらいいじゃない。うん、運動神経抜群なんでしょ。煽ってく。昔からそうだ。ハイエナどもが機械という名の押し付けばかり。うん、そいつらの分までやってやってるんだ。見返りを求めて何が悪い。うーん、言い訳かよ。本当ですよ。お前はその歪んだ心、俺らが何とかしてやるよ。うん、怖い。今あんたは志保と同じ景色を見てるんだよ。うん、きっと志保も怖かった。でも飛び降りるしかなかった。うん、あんたはどうする？どうする？飛び降りる？それともここで死んでみる？一遍死んでみるみたいな。あ！一思いにとどめさしちまうか？まあ任すぜ。やめてくれ！頼む！やめてくれ！みんな、あんたにそう言ったんじゃないの？うん、けど、あんたは平気で奪ってたんだ！わかった。俺の負けだ。あ、ナイスキャッチ。とどめを刺せよ。そうすれば現実の俺にもとどめを刺せる。うん、勝ったお前らにはその資格がある。
廃人になられたら罪が証明できなくなる。うん、アンドノは優しいな。うん、俺は負けた。負けたら終わりだ。これからどうすればいいんだ。罪を償う。うん、分かった。俺は現実の俺の中に帰ろう。ここちょっと素直。うん、おいおい、長話。ああ、パレスが崩れてく。ここはすぐに崩壊する。帰ろ帰ろ。お、かわいい。ああ、急げ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 。かわいい。あっ、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 見てみろ。目的地が消去されました。あっ、本当だ、行けなくなってる。うん、お宝は。わ、なんだそりゃ。メダル、あの王冠はどうなってんだ。鴨志田にとっての欲望の源がそれだったってことだ。過去の栄光。奴の中じゃこのメダルがパレスで見た王冠くらいの価値ってことだろう。なるほど。これオリンピックのだろう。うん、あの変態野郎、過去の栄光ってのにしがみついてただけってことか。そういうことだ。でもこれで鴨志田の心変わったかもなんだよね。うん、多分多分。こっちは退学かかってんだぞ。ただ鴨志田のエンディングまでね、今日は放送やっていこうかなと。とりあえずにとってもどうなったかね。うん、でも鴨志田の人格に相当な影響を与えたのは間違いない。うん、パレス丸ごと消えてなくなったんだからな。まあ、そうですな。ああ、もやもやしやがるぜ。うん、まあ、様子を見るしかないですね。そうだね。うん、しかし揃ってしけた面だな。確かに実感ねえからな。まあですよな、結果がどうなるかまだね。大丈夫だと思うぜ。鴨志田のシャドウ、BGM、現実の自分に帰るって言ってたろ。うん、鴨志田すぐる。うん、あんなやつは人間じゃねえ。うん、けど、うん、あの時だけは少しだけ人間らしかったな。確かにちょっと最後なんか同情しそうになっちゃいましたね。うん、まああれですよね、いっぺん高いとこ見ちゃうとなかなかね、そこから降りるっての難しいと言いますからね。いろ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 高く登り詰めすぎた結果がこうなったとね。うん、まあそんな気がしました。うん、お前らのおかげで救われたやつが必ずいるはずだ。うん、モルガナ。うん、とにかく待つか。待ちましょう。鴨志田の野郎がどうなるのか。うん、今は待つしかない。まあ帰ろ帰ろ帰ろ。そうだね、うん、帰ろ帰ろ。うん、まあそうですね、鴨志田も納屋会は周りからのプレッシャーとかも押し付けられた結果、帰ったか。でそれで何も言えなくなった周りもいるのでね、まあ難しいですな。結局は鴨志田がねちゃんとしなかったと言いますか、そこに溺れてしまった結果だ。うん、私一人じゃなきっと何もできなかった。本当ありがとう、君のおかげだよ。うん、あの恐竜もあってこそだよ。うん、
だったらよかったけど、認知の世界だっけ。不思議なところだね、人の心を盗めちゃうなんて。モロガナも変身もだけど、うん、都合よく猫になってなかった？アンドの目ざといな。本当ですよ。さすがだぜ。物の形を変えちまう歪みの源はお宝だ。ま、ああそうは言ってもどうだ。すごい。すごいだろ。だそうだ。僕はこれちょっとモロガナ見てんだね。なんか話したらすっきりした。ありがとうね。うん。後に降りた急また話聞いてね。じゃあまた明日。ただいまー、宗次郎さん。何かいいことでもあったのか。人生うまくいかねえことばかりで置かれた足元すこれんじゃねえぞ。確かに。クロスワードないですね。勉強できる。どうしよう。お部屋の片付けもできるかな。あ、でもビデオ借りた、DVD 借りたんですよね。よいしょ。それからここの片付けとか。へえ。あ、特典か。特典はいいや。あ、じゃあちょっと DVD 見ますか。うん、X フォルダーっての借りてたんですよ。そう、度胸が得られそうなので、ちょっと度胸を得ていこうと思います。キープ1個ね、4分ぐらいあるんですよ。ありえない宇宙人の話。これをどう説明する。うん、体に入ってるのは地球上にない物質だ。わっ、不気味な事件を追う捜査官の物語だ。7。そうですね、じわじわとくるな。うん、はあ、わあ、モデル首を絞められるような構造だったな。ドラマ見て度胸がついたんじゃないか。確かに。わお、いっぱい上がった。やったー、度胸が2になった。もうなの、器用さと魅力は2あるんですよ、うん、よし。あ、やった、男らしくなりました。さてと、お、じゃあもういい時間だし、そろそろ寝ようぜ。うん、男らしい、やったー。お、さあ、4月29日。お、お、受験勉強だよ。こちらは新しい薬ができたの。早速あなたで試したいんだけど、来てくれるかな、モロモット君。返事後にしておこう。うん。あ、カレーの後のコーヒーは絶品だぞ。冷める前に飲めよ。味が落ちちまうぞ。はーい。宗次郎さんにかコーヒー入れてほしい。うん、味わっておこう。お昼、さてと、あとは結果が出るのを待つとしよう。しかし持ってる体育さんやリュウジとかどうしてんだ。あ、これで鴨志田改心したんだよな。どうなろうとしたこっちゃねえけど、しんなりしたら後味悪いな。不吉なこと言わないね。とどめさなかったら大丈夫。まあそのはず。まさかあんなやつのこと心配するなんて、なんか変な感じだな。まあいいや、明日でも何か分かるだろうだね。じゃあ楽しみに明日待つかな。うん、あとは、あ、受験勉強はどう。うん、ああ、行ってみましょうか。ちょっと、あ、ちょ、待って、一回下、一旦ね、一旦下行って。宗次郎さんはよ。うん、なるほど、普通に歩いていこうかな。よいしょ。よいしょ。テケ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 。あ、こっちじゃない。こっちだ。え、こっちでいいのか。よいしょ。あーだー。よーし。あ、モロガナ覗いてた。かわいい。かわいい。かわいい。めっちゃ見てくる。かわいい。モロガナめっちゃ見てくる。かわいい。あ、こういう感じに見えるんだ。いいね、いいな、おめめ。お、はあはあはあ、眠い。カフェイン摂取しないと。今の度胸のあの薬は飲めそうだ。治験試してみるか。はい、治験がしたい。新しい薬できたの、ここに来てもらっていい。お、深まるかな。付き合いましょう。付き合おう。診察室にどうぞ。はい、帰るときに声かけてくれ。うん、うん、さあどうぞ。前の治験薬調整してみたの、あなたの治験結果をもとに言われたね。はい、キッキ。うわ、今度青い。前赤だったんですよね。強烈な苦味と酸味が押し寄せる。しかもなんだか生臭い。息が苦しい。あー、わ
反応は上々っと。ぼーっとするでしょ、そういう成分混ぜたからね。じゃあ次は体温と血圧、あと血も残してもらえる。運動計算をしたいけどさすがにちょっとまずいかな。でもまあ最終調整だし、基礎設計の安定を優先させ。あ、なんだ、いるじゃない。何、診察中だけど。はい、今言ったよね、検査したら正当な証拠見せて。今日は通報があったんだよ。医療報酬明細書だったか、あとカテーテル、あ、カルテ一式を見させてもらおう。さすがにごまかす暇もなかったろ。医局長の差し金か。どうぞ。あ、今日の患者はこの子一人。医療費の明細を見せるってことは、その通報は不正請求疑惑ってこと。でもそもそも冷静不当なければ本末転倒でしょ。どういうことだ。もたらされたね、その通報は単なる嫌がらせだよ、私に対するね。なんだって。おい君、どうしてこんな病院にいるんだ。ところ病気だもん。そうです、何かましいこともしてるんじゃないのか。心の病気だ、デートのでも心の病気だ。うん、こ、心、ええ、受験のストレス、内科でも簡単な薬を置いてるの。うん、で他に容疑はこっちも忙しいんだけど。カテーテルって言っちゃいましたね。もういい、それ面倒な医者で薬病ゴミとよく言ったものだ。ああ、嫌がらせ？めんどくさ、同感、同感、同感だ。気が合うじゃない、うん、まあ心配するようなことじゃない。通報したのは前の職場の上司だから。あなた前に盗み聞きしてたでしょ。なるほど、といたんですよね、私の名前に傷がつくみたいな。うわ、血もらえるってすごいですよね。なかなかこう生きてて言うことないですよね、血もらえるって。取引だものね、やるしかないようだ。うん、お薬楽しみにしてて。はーい。お、よりかまる、やったー。よーし、レベルランク2。よーし、コップが上がった。はい。うん、ちょっと多めに抜いても。あー、待って待って、なんてね、横になって今日終わったら帰っていいから。はーい。お、度胸が磨かれた。よーし、お大事に。はい、このお大事にの言い方いいですよね。はぁ、お、もしもし、ちゃんとお家には帰れた。まだちょっとふらついてた、寝るために様子の確認、時々いるので帰りに具合悪くなっちゃう子。うん、何かに目指すと問題ない。うん、よろしい、小田もしっかりしてる、心配ないか。大丈夫だと思うけど、もし具合悪くなったらすぐに連絡しなさい。はーい。ここでもちょっと上がってくれるの嬉しいですね。あ、さて、電車止まってる、また例の精神暴走。あ、また大臣事に変わりすぎだろう、雰囲気が合いすぎる。うん、うわー、電車で刃物振り回すと怖いですね。ざわついておる。ああ、帰ったか。ただいま。あ、司法に報告してきた。鴨志の切りつけたって、まだ意識戻ってないけど、せめてもの償い。うん、そう、まあのせいじゃないよ。うん、助けられなかった友達失格だよ。今からもやれることやらなきゃ。でもないと私前に進めない気がする。うん、うわ、かわいいな、あんどの。うん、改めてよろしく、リュウジレン。あー、かわいい。おい、あ、変わっても俺は面倒見ねえぞ。どうしようかな、クロスワードないし、英語全部見ちゃおうかな。英語全部見ちゃおう。あ、テレビなんかやってるかな。やじやじ、次は探偵王子の再来と言われてる話題の人物について特集です。元祖探偵王子といえば、あ、ナオトくん、わー、すごい、ナオトがここで出てくる。もう白金ナオトくんはペルソナ4で出てきた。そう、あの探偵の子なんですよ。わあ、すごい、ナオトくんの話題が出てくる。うん、新たな探偵王子が現れたと話題になっています。新探偵王子ね、うちの娘も大ファンでね、現役高校生で名探偵、しかもハンサムなの。わあ、いいですね。ちょっとニコニコしちゃった。同じ世界ですからね。よーし、はい、焦ってもしょうがないので、じゃあもう一回ね、テレビ、さあ X フォルダー見ましょう。
度胸つきますからね。新一じゃない。新一。みんな死んでる。あの幼虫が松陰を狂わせたのよ。幼虫。25万年前のサンプル。あ。幼虫を確保すべきだ。わ。そうだろ。そうだろ。不気味な事件を追うささかの物語。うん。確保しどうすんだ。好奇心は猫を殺せなぜ。確かに。うん。お。お、Xフォルダ見終わったか。度胸つきましたな、これは。てーん。よし。今度 DVD 返しに行こうぜ。さてと。もう一かね、そろそろ寝ようぜ。寝ますか。土曜日。お、あ、やった。よかった、本読もうかと思ったらここで本読める。じゃあ続きのね、アルセーヌを実は一回読んでて、もう一回読めてたんです。やった。うん。本を使わせにものけの彼だった。うん。憧れますな。メンバーありがとう。ございます。お？お、読み終わったか。やったやった。小説を通じて回答の知的センスしっかり学べたみたいだな。おお、やった。上がる上がる。イエーイ。よしよし。元も駅に着きそうだと有意義な時間過ごせたな。やったー。おはよう。理事会あさってだね。うん、鴨志田本当に改心したのかな。どうですかね。失敗してたらどうしようって。大丈夫、信じるしかない。できることはやったもんね。うん、でも不思議、志保の敵取って退学もなし。うん、私もそう信じとくよ。そうだね、アンドの。わっ、 Everyone. How are you? Hello everyone, how are you? Wow. この時代、英語なんてできて当たり前話すたり、もじもじしてから置いてかれる。わっ、これはいはいはい、こちらは違う自分になりきることね。こうやって場面ごとに仮面を切り替えるの。タレントこそこの時代にものを言うの。ミスターアメミヤ、アメミヤ、あなたはどうかしら。早速だけどクエスチョン答えてちょうだい。あ、要はパーソンオブタレントってどういう意味か学校じゃった気持ちで答えて。あ、要はパーソンオブタレント、お前が、あ、パーソンオブタレントかどうか聞いてるみたいだな。パーソンの意味は人物じゃないですか。ペーソン、ペーソン、ペーソン、やばいですね。ペーソン、ペーソン、ペーソン、ペルソナ。確かにペルソナっぽいけど、ペーソン、人物。はい、パーソンは人物。タレントの意味は、タレントは多分才能とかじゃないですか。うん、タレント業は才能業と言います。うん、才能を、そや先生は髪を切り替えるタレントとか言ってたしな。髪を切り替える才能を、それっぽい。タレントは才能だ。あ、パーソンオブタレント、あ、パーソンオブタレントっていうのはつまり優秀な、あ、そして優秀な人、ペルソナ使い。そうです、優秀な人。はい、これだ、これだ、正解よ。おお、You are right! 正解よ。タレント、つまり才能のある秀才な人物かって聞いたの。臨機応変に答えられたあなたこそまさにアパスオブタレント。ちなみにタレントの言語は聖書にも登場するタラントって金貨。へえ、タラントっていう金貨、意がつくとタイラントになりますけども、金貨。優秀な召使いほど神様から金貨を多くもらい、才能でさらに元手を増やしたって話ね。へえ、やるじゃねえか。よかった。あ、知識かな、もしかして。ありがたい知識。よしよし。本来英語のタレントに芸能人って意味はないわ。でも状況に応じて仮面を変えられるのはまさに世神様から与えられたタレント才能よね。テレビで臨機応変の対応ができる人をタレントって呼ぶのはなかち間違いじゃないわ。確かに。わ、我が輩たちもタレント、かわいい。今日はどうしようかな。あ、鴨志田、見た？あ、見てない。マジで変わったと思う。どうなんですかね。
そう信じたい。まあ、うん、そうだな。うん、あ、いいとこに。あっ、鴻上先生。午後の体育は自習、鴨志田先生はお休みですって。あ、鴨志田が休み？ああ、これ私から聞いたって言わないでよ。うん、鴨志田先生から自宅謹慎するって連絡が。わわわわわ、大会前の大事な時なのに。校長先生も事情を聞きに行ったらしいんだけど。あらららら、自宅謹慎。自宅謹慎。声大きい。君たちの退学の話も保留になるかもね。よくは知らないけど。まあ、阿部さん、勝利のちょっと勝利をちょっと勝利の尻尾を掴んだ気がしたので、ちょっとほうじ茶飲みました。今日はね、あやたかなほうじ茶飲んでます。うん、これは来たのでは？起きてるみてえだ。起きてますね。とは違えみてえだけど。うん。確かに鴨志田は変わってる。まあ、おお、放課後。よいしょ。じゃあ本と DVD を返しに行きたいですね。落ち着かねえし、みんなでどっか行こうぜ。ちょっとパスなんか用事？あ、放課後は司法のお見舞い。確かに。うん。きっと大丈夫だ。ありがとう。落ち着いたらどっか行こうね。うん。本だった時に優しい言葉をかける優しさを磨いておけよ。優しさ。優しさですか。まあ、とりあえずセントラルがいい。あー、待って、 DVD 入けたんだ。わわわわわわ、よいしょ。とりあえず DVD 返しに行って優しさを磨く。ぬぬぬぬぬぬ、ご返却ですね。はい、どうしよう、なんか買いますかね。あ、優しくなれそう。ホワイトゴースト技術、ホワイトゴースト借りときますか。うん、優しさ。あらあらあら、ここがね、まだね、5月からなんですよね、ファミレス。うん、優しさ。あ、忘れてた、図書室行くんだった。受け付けたんだね。本を返す。はい。ありがとう。何か用で借りる。おお、まあ、ゾロでもいいし、まあ、踊り子借りよう。うん。よし。あとはどうしようかな今日。優しさ、優しさか。うん、優しさ。DVD 見るぐらいしかないな。もう夜でいいしな。銭湯。今日は何曜日だっけ。今日土曜日。土曜日なんかあったかな。花屋のバイトも行けますか。本屋の方もおすすめ。あ、バイトしますか。バイトでもいいな。お花屋さんのバイトをしたことあるんですよ。優しさが磨けそうだ。あ、行こう行こう行こう。お花屋さん行こう。優しさ磨こう。どうする？よいしょ、バイトをしまい。ちなみに買い物って何買えるの？いらっしゃいませ。植物の購入。はぁ、あ、はぁはぁ、栄養剤。どうする？よいしょ、まあ、バイトしましょう。あ、優しさが磨けそうだな。それじゃあこの時間バイトして過ごそう。うん、何ですか？ね、ハッピーフラワーデーっていう、あなたも値下げのフェアをやってるの。うん、なるほど。お客さんが選んでくれたらお給料も弾んじゃおうかな。なるほど。お願いします。お願いします。派手な色で大きめの花を希望です。派手で大きめ。よし、派手で大きめ、うん、大きな花、鮮やかな色の花、カーネーション、大きめ。
赤くて大きなシンクのバラでいきますか。シンクのバラ、赤い大きな花、よいしょ。よいしょ。これとりあえず1個目は、よいしょ、これでいいかなとは。ララ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 ラ、シンクのバラ。あ、大きな黄色、黄色も、大きな黄色い花も、黄色も多分いけますな。3、待って、もう1本オレンジの小さな鮮やかな赤色の花でしょ。ちっちゃいですもんね。セージ、ピンクは薄いかな。水色も違う、水色違う、白くて大きな花。あー、でも白も確かに濃いといえば濃い。あ、でも大きいお花なら万年菊かな。うん、大きいお花、万年菊、大きい万年菊でした。大きいお花も、万がピンク、ピンクよりか白の方が色目立つ気がする、気がする。え、ダメかな。そう、白もあり、ダメなのかな。あー、淡い色や白いのは違いそうだ。ほんとだ、でも違う、淡い色や白いのは違いそうだな。ピンク、黄色い、小さな鮮やかな赤色の花。ビカーネーション、気がする、ピンク、ピンクかな。イチョウラン、ピンク色の大きな花。じゃ、イチョウランで、イチョウランでいきますか。いけますか、イチョウランで。ビカーネーション、あ、って、でも鮮やかな赤って、これがさ、このビカーネーションがさ、鮮やかな赤い毛の色の花で大きさわかんないじゃん。でも鮮やかなんですよね、派手で。これ艶やかか、艶やかな赤系だから、でビカーネーションが、そうそう、大きさ表示されてないんですけど、この中だと一番色が濃いんですよね。で、求められてるのが派手な色で大きめなので、ちょっとビカーネーションでいきます。ちょっとビカーネーション、ちょっとイチョウランも気になるんですけど、ピンクよりか赤かなと思うので、じゃあちょっとビカーネーションでいきたいと思います。どうする、これにいいのか。はい、どうですか。なあなあ、どうですか。あ、よかった、喜んでくれてる、やった、お客さんすごく喜んでたよ。花についてもっと詳しくなりたかったら、花の知識大全って本がおすすめかな。うちの店で使ってる花は大体載ってるから参考になると思うよ。なるほど、はい、あ、やった、反応良かったからちょっとおまけしといたわ。おー、やった、7800円、やったー、よしよしよし、お疲れ様。うん、よかったー。うんうん、今日は仕事うまくいったな。お花に包まれた仕事のできる男、お客さんの対応バッチリだったな。やった、上がった上がった。優しさに包まれたならきっと。それじゃあそろそろ帰ろうぜ。やった。あ、帰ったか。入りま
ましたぞい。お、鴨志田どうなったか、あれからなんか聞いた？聞いてない。そっか、何かあったのか。なんか急に不安になってさ、助けてくれたお前が退学になったらって思ったらよ、また俺のせいで人に辛い思いなさせるのかなって。うん、信じるしかないぞ。ごめん、弱音入ってる場合じゃねえよな。話はちょっと楽になった、ありがとな。兄は難所だかんな。うわぁ、優しいな。俺らが不安がってたら、アンが頼る場所なくなっちまうから。それじゃあな。優しいな、ギュジ。結婚しろ。あ、炭治郎さんともしかして。そうね、ベリス持ってるね。有心密着交渉書。あ、でもまだ深まりそうにな。どうしようかな。あ、でも優しさ、優しさに振り、ちょっと優しさ欲しい。優しさに包まれたい感はあるんですよね。どうしようかな。優しさに包まれたなら、割とね、何回か断ってるんですよね。まだ深まりそうにないっな。いや、一回やめとこうかな。ちょっと今日本読もうかな。お本ちょっと読もうかと。なあ、これはダメかな。5本か。あ、いや、ビデオだっけ。あれ、ビデオでしたっけ。ちょっと待って、あ、はあ、何者かの導きには歴代ウェザーマンが集結。しかし彼らの記憶は何者かに盗まれていた。失われた記憶はどこにあり、蘇る戦い、不死鳥戦士たちよ。次回、3歩進むな、記憶が消える。ネオフェザーマンってある。出た、フェザーマン。トイレ、おい、掃除の時間だ。え、掃除とかできるんですか、トイレ。ここに、お、あ、優しくなれる。これにしよっかな。ホワイトゴースト。うん、優しさをちょっと。ペルソナはゲーム時間の、ゲーム内の12月24日まで配信可能です。それ以降は私が一人で楽しみます。本当なのか、本当なのか。うん、あ、ホワイトゴーストじゃなかったです。ウィズゴーストだったんです。あ、死者と会話できる女性の不思議な物語だ。ナナ、この女性カイドナに入ってくれないかな。活躍しそうじゃないか。うん、死者のために尽くす女性か。ドラミで優しさについて学べたんじゃないのか。お、やった、ランクアップ。聞き上手、あと知識だ。よし、やった、聞き上手になった。やったやった、優しさ上がった。もう寝ようぜ。よし、オッケーオッケー。さあ5月だ。さて、日曜、今日はテレビショッピングの字をちょっと見てみろか。なんだろう、お、何か借りてたな。あ、じゃない、あ、下か。お、何してる今、何してる。なんか待ってて、性に合わねえ。今スピードゲーセンに何かあったら連絡くれな。まあ後でかな。え、下に行こう。お、今日のニュースはテレビショッピングをご紹介するのはもちろんサバゲーミニ飯セットか。あー、なるほど、筋肉体操のセット、プロテイン。はあ、ナナ、はあ、筋肉、なにこれ、筋肉体操セット、筋肉体操セット、気になりますね。ちょっと、筋肉体操セットか。これ何になるんでしょう。これ、これどうなるんですかね。筋肉体操セット、
トレーニング応援セット腹筋 6LDK なりますか。え、レン君腹筋 6LDK なりますか。マジか。ちょっと買ってみるか。お金ありますしね。ちょっと怖いもの、筋肉は買うしかない。はい、購入しましょう。あ、ありがとうございます。売り切れ、最後に買ったお客様ラッキー、商品は可能な限り早めに送ります。さてと。なるほど。あ、うん、はい、よいしょ。じゃあちょっとどうし、何し、あ、そうだ、あのファミレスがオープンしたんですよ。ちょっとファミレスに行こうかなと。確かに、あ、まだ開いてない。嘘。おい、うん、びっくりぽい。近日16分。あ、今月の6日か。5月の6日からファミレスか。どうしようかな。じゃあ、じゃあちょっとリュウジンとか行こうかな。他にないですもんな。やることないし、リュウジンとか行くか。あ、いたいたいた。カワシラ倒しちゃったらなんか落ち着かねえよな。な、うん、あ、まだ深まりそうにない。どうしよう。今日日曜日、あ、待って、日曜日か。日曜日、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、日曜日はなんかあったはず。日曜日に地下行きのあのドリンク、確か、あ、限定味あった。限定、これ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 、え、ない、あ、これか、青汁。ぐいっと飲んでみよう。よし、5000円の青汁。度胸が上がるんでしたっけ。あ、あ、違う、器用さか。よいしょ、健康になった。自動販売機ってもう SP 変えたかな。よいしょ、なータラタラ。あとは、あとはなんかできると。日曜日って何やったっけ本当に。あれ月曜日だった気がするんでしょうね。月曜日は温泉なんで、で土曜日、え、月曜日に自販機が戻るんでしたっけ。日曜日は、多分青汁のはず。大丈夫か。ならもう、ユージンとこ行くか。ゲームセンター行こう。寝る方は休みなさい。お、あ、買ってなかった。購入購入。よし。うん。じゃあ今日はこれで遊びますかな。うん、いいかな、いいかな。うん、じゃあ行くか。はい。お、お、満足そうだ。戦闘のとこってなんだろう。お、いい汗をかいたらしい。あ、そろそろ深まりそうだ。よかった。じゃ、またな。よしよし。夜。ただいま。なあ。あ、理事会は明日かい。大丈夫だ。きっと改心してるはず。理事会は明日だよね。鴨志田改心しねえと俺らは退学か。きっと改心する。あ、銭湯のとこ。あ、そういうこと。あ、銭湯のとこ。買ってなかったかも。
絶対スルーしてくれなきゃ困る。そうだよね、始めるのまだ早いよな。どちらにしろ前買ったんですけど、それが先週だったか今週だったか忘れてしまった。保証してや、信じて明日を待とうぜ。うわー、ドキドキする。7。あ、すすけた棒がコインランドリー洗ったらどうだ。あ、確かにコインランドリー洗いに行こう。あ、まだ買いに行ける。よかったよかった、まだ買いに行ける。うわー、なに最高の一言に次日曜の役。え、日曜役湯か。あ、日曜が役湯か。お、あ、よかった、勝てた勝てた。待って、コインランドリーって日にちまたいじゃ。オッケー、待って、役入ろう。魅力があげる。どうする。はい、行こう。コインランドリーは後でいいや。日曜日か。うん、山際が体に染み渡る。おお、薬湯の効果か。やったー。お、いいですね。アップ、魅力が上がったぜ。帰るとするか。うん、目の前に温泉があるっていいですね。来てしまった。ダメだ。もうね、リスト作っとかなきゃ。ちょっとだって日曜日は薬湯、だって日曜日にやることを、日曜日はドリンク、日曜日ドリンク銭湯、日曜日はドリンクと銭湯ね。日曜と木曜か、日曜と木曜だ。日曜と木曜はドリンクの、ドリンクなの銭湯だ。よいしょ。木曜日銭湯。もうメモしとく。で、月曜日にドリンクが変わる。月曜に自販機が変わる。よいしょ。つうか明日から連休だし、今日休みで横に。え、やす、連休なんですか。鴨志田に届いた予告状、言わんの欲望を取るとかって。そりゃ取ったらそんな、うん、三島くんもドキドキ。いきなり朝礼とか、うん、どうせ前の飛び降りのことでしょ。言われなくても自殺なんてしないっての。変な予告状もあって。朝練中しでラッキーだよね。朝練中しでラッキーだよね。うん、連行朝礼を行います。はい。先日痛ましい事件が起きたのは、うん、皆さんもご存知の通りです。はい、マイクの通り距離遠くないですか、校長先生。幸い一命、はい、君たち未来ある若者に、はい、はっ、命の丁寧さを解く前に、はっ、鴨志田先生、どうしよう。私は生まれ変わったんです。生まれ変わったんです。え、だから皆さんに全てを告白しようと思います。鴨志田、あ、鴨志田先生。鴨志田先生、どうしたの。何あれ、どうし、あ、私は教師としてあるまじきことを繰り返してまいりました。生徒への暴言、部員への体罰、そして女子生徒への性的な嫌がらせ。わあ、これも白状する側も きついですね。聞く側もあれですけども、発言する鴨志田の心もだいぶ辛いだろうなって今なんか本当に同情してしまって今。まあ頑張れ鴨志田、言えるぞ。鈴井志保さんが飛び降りたのは私が原因です。今の私以外のところでちょっと声が裏返る感じすごく好きです。はっ、うわっ、うわっ、っていうか、私はこの学校を自分の城のように思っていた。うん、
気に入らないというだけの理由で退学を言い渡した生徒もいます。うん、頑張れ鴨志田。もちろんそれは撤回します。うん、あ、もうこのガムスの演技がやっぱ声優さんですごいな。何の罪もない青少年をひどい目に遭わせて本当にすまなかった。うん、私は傲慢で浅はかで恥ずべき人間、いや人間以下だ。後ろの校長がまばたき一つしない。気づいてしまった。めっちゃ見る。死んでお詫びします。死ぬな。鴨志田先生、とりあえず降りて。解散、解散。私は逃げるな。志保だって死にたいほどの事件の続きをちゃんと生きてる。あんただけ逃げないで。その通りだ、全くその通りだ。私はきちんと裁かれ罪を償うべきだ。私は高巻さんにもひどいことをしました。鈴井さんにポジションを与えることを条件に高巻さんに関係までも迫りました。あそこまで言うか鴨志田先生。キモすぎ。ポジション出しんとか聞いてんな。かわいそすぎ。さデマだったな。今日限りで教師の職を辞して自首いたします。どなたか警察を呼んでくれ。警察？マジで？しかも。すげえ。すげえ。朝礼は終了します。解散、解散して。これ予告通りじゃね？怪盗ってマジだったってこと？鴨志田がなんかされたの？いや、心を盗むとかないだろ。でも死んで詫びますとかバレそうになったんじゃない？何があったんだろうな。わかんねえ。これマジなやつなの？いきなり実施とか意味わかんないけど。どうなの？マスコミとか来ちゃうんじゃない？これ大騒ぎになる。教室に戻りなさい。本当に心が変わっちゃったんだね。本当もう何とも言えない気持ちになりますな。でもこれで良かったのか。うん、どうだろうか。同感だ。わかんねえ。なんかね。なんだ。なんか赤の他人だったら別にそうでもないんですけども、自分の知り合いが、ま、たとえ悪いことをしてても捕まったとかっていうとなんかちょっと思うとこありますよね。捕まったりとかなんかね、テレビのニュースとかで出たらなんか思うとこありますよね。うん、高巻さんごめん。なんかね、別にそんな大して関わりはないかもしれないですけど、それがもう自分がめちゃめちゃ嫌いな人とかでも、その人がやっぱ捕まったとかなんかあったってなるとちょっと思うとこ出ますよね。なんでなんですかね。難しい。気持ちと心というのは難しい。あんなにも嫌いだったのになぜか申し訳なくなってしまうような、そんな、なんか私あの人が怒られてるの見るのとかすごい苦手なタイプなんですよね。わかりますかね。たとえその人が悪くても誰かにその人が怒られてる姿とかを見るのがすごく苦手なタイプです。わかる？なんかあ、うんみたいな。なんかね、そうだ、無関心ではないからなんですかね。なんかそういい気分ではないんですよね。そう、まあ、確かにね、怒られるべき人なんですけども、いざその人が怒られてる姿と見たりとかなんかなってしまったのに、なんかざまあ見ろとか当たり前だよっていう気持ちは真っ先に起こらないんですよね。なんか、俺たち知ってたのに
そうそう、直に知ってる人だとやっぱり違いますよね。うん、高牧さん、私誤解してて、うん、変な噂広めちゃってごめん。これでもこうやって言える人は確かに悪いことでしてたけども、いえ、素直に言えるのってすごいなと思います。このシーン、私全然知らなくて、うん、鴨志田に無理やり迫られてたんだね。辛かったね。うん、謝りたいって思ってる子、うん、きっとたくさんいると思う。うん、ごめんね。うん、じゃあどんなにクソみたいな噂とか広めてる女でも、こうやって素直に謝ってくれる女の子はちょっと好感持てます。うん、いいの、うん、私だって、まあまあ保身に走っと言うと言えばいいですけども、素直にそういうこと言えるのは全部済んだ話だから、よき。まだね、マシ。おい、そこ早く戻れ。うるせえ教師、こちとら今いい雰囲気だったんですぞ。じゃあ、うん、君にも本当に悪いことした、うん、ね、悪いことを自覚できるのはいいことです。悪いことは悪いですけども、いつか埋め合わせするから。三島、うるせえ、知らねえ、ペルソナ5。どうも鴨志田だけじゃねえみてえだな。やっぱ人のそういう姿を見ると自分もあってなりますな。うん、つか、よかったじゃん。確かに。いいよ、私のことは鴨志田に志保のこと謝らせてやった。うん、なら早く報告してやれよ。うん、そうだね。うん、ビビったわ。そうですね、マジで改心でしたね。廃人化もなかったし。うん、パレスが消えても廃人化が起きないってことだろ。なるほど。あ、お野菜さんありがとうございます。なるほど、シャドウが死んじまう前に説得して、うん、そうすれば廃人化は起きないっていうわけだ。そういうことか、元に戻れば大丈夫と。つまりちゃんと自白だけ狙えるってことだな。うん、面白いじゃねえの。うむ、声でかいから大丈夫だって。つうか、どうだった？しお、意識戻ったの。やったー、しおちゃん、おめでとう。あー、おめでとう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 。少しだけだけど、話せた。あー、よかったー。鴨志田が自分のしたことを認めたよって、シホに言えた。アンちゃんもよかったな。アンドノー、シホ、私にごめんね。だって抱きしめてあげたい。私がシホのために鴨志田にこびてたのバレちゃってたみたい。謝りたいの私の方なのに。よかった。悪いのは鴨志田だぜ。そうです、そうだね。うん、志保のお母さんが回復したら転校させようと思うって。あ、転校しちゃうのか。セクハラとか自殺未遂とか、やっぱレッテルついて回るし。確かに確かに、そうなんで、いつも苦労するのは被害者なんだ。シホもそうしたいって言ったみたい。まあそうですよね。結局なんか犯人が見つかったりとかしても結局ね、難しい。これは仕方ないのかもしれないですが、転校先でね、幸せになってほしい。ちょっと辛いし。うん、いつだって会えんだろ、生きてりゃさ。リュウジ、確かに。うん、私も変わんなきゃ。うん、にしてもお前、鴨志田のシャドウよく我慢したな。うん、私はただ、うん、アンドノは優しいんだよな。そうなんだな、かわいい。クズ相手でも廃人化は寝覚めが悪いか。うん、いや違うけど。いい、改心させた方が復讐になるなって思って。アベンジャー、あいつのしたこと考えれば生きてる間永遠に頭下げ続けることになるじゃん。うん、世の中死ぬより辛い罰もあるなっ
って思っただけ。確かに怖っ。まともかく一件落着だけどよ、うん、そういや一つ気になってんだ、あの城のこと、うん、あんな変な異世界がなんで鴨志田にだけあったんだ、うん、別にあの欲望で心に歪みが起きてるやつなら、うん、誰でも確かめてみるか。お、今はいい、ま、うん、パレスでやったこと調べるなんて、うん、そのことだけど、結託して鴨志田に暴力まがいの脅迫したって。ええ、さすがに怪盗が実在するなんて、うん、予告状は鴨志田の悪事を知ってた誰かのいたずらってことになってるみたい。なるほど、そりゃそうか。まあですよね、やった本人でも信じきれてねえし。うんうん、ひとまず今後のことは事態が落ち着いてから。うん、とりあえずこのメダル、こんなのとっとと売っ払っちまった方がいいだろ。お金になるのかな。出たで3万。金メダルの価値って3万かよ。金のあれになるんですかね。覚えてる。いや、そうそう、利子がついてたらこんなもんじゃない。うわ、利子付き。おい、誰も全部もらうなんて言ってないでしょ。うん、てか何年も返さない方が悪いし。くそ、お金を貸し借りするアウでは、あ、間柄ではあったんですかね。事態を見守ることには賛成だ、うん、しかしな、我が輩を巻き込んでおいて、金メッキなんだ、作戦成功の祝杯をあげないなんてナンセンスだ。確かに、こんな奇名金なんて。うん、回答の相談は美食の席でと決まってる。うん、いいですね。ちょっとそれ、まあ、どこだ。志保と行きたいって。俺は借金あるし、もうお前もラーメンが貯金しよう。まあそれでいいかな。うん、我が輩も安藤のに任せる。うん、じゃああといつ行くよ。連休の最後にしない。次の日からの学校生活に備えて、うん、なるほど。ってことは5日の子供の日だな。お、5月5日子供の日。保険は誰がやるの。任せとけ。うん、じゃあお願いね。ミリタリーショップかな、あそこね。いろいろ売却できるんですよね。お、帰ったか。お、ただいま。お、本物なの。いつの間にパレスに。いや、あれは人、本物のメダルは。なるほど、偽も本物は現実にあるらしい。別にいいでしょ。うん、確かに窃盗ですな。うん、中学生の500円のあの時のイルカの寝返りまだ持ってんの。イルカ掘り返すなよ。静岡に行った時さ、帰りの電車賃使い込んだ土産買った誰かさんがいてね、母親の土産だったんだよ。でもあの、まあでも今回はチャラにしてあげる。ありがとうございます。はい、鴨志田のやつは一生ものの金メダルを考えようによっちゃ、それの方が死ぬより辛い罰かもしれないな。あー確かに。うん、いいよな、お前明日が連休でこっちは客増えて大変だってのによ。おい、ダンボール箱届いてたぞ。あ、筋肉かなあ。あ、プロテイン、湿ったプロテイン。お、あー、これだったんですね、筋肉のあれって。戦利品を売り払え。お、よいしょ。そう、プロテインをもらってしまった。なんかイチャイチャしている人がいる。よいしょ。自動販売機。お、よし。あ、2つ買える。よし。うん、今日はどうしようかな。とかまだ行けないんだった。うん、先生とこ行ってもな。戻ろう。明日生理を売りに行く感じで。あ、クロスワードパズルある。やるやるやる。はい、遊んでみよう。いや、クロスワードかな。コインランドリーはまたでいいかな。クロスワードしとこう。口寄せを行う巫女のこと。え、口寄せを行う巫女。
いたこか。いたこ、口寄せなんだね。いたこ。カリガニはレセンジのマッキージョンマジでコイル。コイル。コイル。ちなみに横は自力で動く泥人形、石で作った人形。長っ。あ、縦か。自力で動く泥、土や泥、石で作った人形。無。なんだろう。泥を焼いて作った壁の図、レンガ。レンガ。あ、ゴーレム。なるほど。ゴーレム。世界文化遺産登録された島の名前、グーマー、群馬、群馬、群馬。縦、立ちで荒っぽい性格のこと。ガンツ？ガン、ガン、3D を日本語にすると、 3D を日本語にすると、ガサツか。3次元、ちょっと全部埋めていきますか。釣りを英語でフィッシング、フィッシー、フィッシングで、縦が、あ、軍艦島か。軍艦島で、で、旅行者が増える時期はゴールデンウィーク。なるほど。ゴールデンウィーク、あ、あ、ゴールデンが、ゴールデンウィーク。あ、じゃあじゃあこれガサツの科が取りきった。ガーサーズ、はい、イエーイ。問題はゴールデンウィークだ。4月末から5月初めにかけての休日の多い期間のこと、土日の休日と合わせることで長期間の連休、いわゆる大型連休になることが多い。ちなみに名称は高視聴率を得られる時間帯を指す、放送用語のゴールデンタイムから転じたもの。あ、そういうことなんですね。よし、なるほど、うん、知らなかったな。プラスアドを取れたことでちょっと賢くなったんじゃないか。やったー。よし、オッケーオッケー。まだ知識が全然。よし、あ、普通に勉強もできる。勉強するか。どうする、今日勉強しますか。うん、始まり頼んだぞ。じゃあ俺は帰るぞ。いいですね、時間経たないの。お、さらさらさら。あのさ、この前テレビで、いや、勉強の邪魔ならまあおとなしくする、かわいい。お、メガネの送り、知性の光なんてな。うん、まだまだだ、知識が。さてと、うん、今日はこのぐらいにして、もう寝ようぜ。ということで、じゃあここでいいかな、キリがいいので、今日の放送はここまで。鴨志田がね、終わったので終わっておきましょう。あ、メダルは換金は後で言っときます。ということで今日はこの辺りまで。またね、次回進めてね、また進めて途中からの放送になるかもしれませんけども、よろしくお願いします。これからまたちょっと裏で進めていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、あとはですね、今日は、まあ、11月1日なんですけども、10時から、月末定期セリフ放送ですね、まあ、月始になりましたけども、はい、バイノーラルのセリフ放送ね、10時から予定してますので、またそちらでお会いできればと思います。ではでは、おつくんでした。皆さんおやすみなさーい。おつくんこー。